ローチケチャンネルをご覧の皆様バイオリニストの高嶋千佐子です9月13日の宮崎を皮切りに来年3月まで全国ツアーを行います、えー、今回はですね12人のバイオリニストというですね私の12人の子分と一緒にですね全国回るんですけども、えー、この12人のバイオリニストはもう結成して14年5年 ぐらい経つんですけれどもあの毎年オーディションをしてですねメンバーは変わってちょこっとずつマイナーチェンジしていくんですけども見ても聞いても楽しくて美しいというそんなメンバーばかりです、えー、自分の子供と同じような年の子ばかりなので、えー、私としては面食らうことも結構多いんですけれどもまあそういう若者のエキスを吸っているからの52歳どう えもうあのインスタとかね SNS 関係では本当に皆様から「コンサートやってください」っていう応援メッセージたくさんいただいていてそれを励みにこの6ヶ月間7ヶ月間頑張ってやってきました、えー、ツアーやるかやらないかもいろいろ考えたんですけどももしかしたら音楽をやることで皆さんを元気にそして自分も元気になれるんじゃないかなと思って、えー、コンサートやることを決めました是非皆さんもですねあの無理やり来いとはねなかなか言いにくい時期ですけども こうなったら無理やり来い。それでは会場でお会いしましょう。高嶋千鎖子でした。